あ、ブラタピはトカゲの尻尾をちぎってしまいました。あ、もうびっくりした。それを見ていた青タピ、トカゲを見つけて尻尾に飛びつきました。おっと、どうしたの？あれ、取れない。お、あ、あれ、鍛えてるから尻尾取れないよ。そうなんだ、尻尾欲しかった。え、なんで？トカゲの尻尾を青タピにつけてお揃いにしたかった。そうなんだ。あ、それなら白熊手伝って。ん？トカゲどうしたの？実は。なるほど、それは面白いね。一緒にやろう。それからトカゲと白熊は一緒に何かを作り出しました。そして完成。なんと青タピのために尻尾を作ったみたい。ありがとう。これでおさらい。どういたしまして。二人を見てるとなんだか兄弟みたい。ニコ、ありがとう。おしまい。